ごい。どんな神聖術を使えばこんなことができるんだろう。一応天井はありますし、地下であることは間違いないのですが、地上と見まがう景色ですね。自分が箱庭の中に入れられている人形になった気分です。開放感があるのに息苦しい。そろそろ何か大きな罠があってもおかしくない。気を引き締めていこうね、キリト。あれ、キリトは？あそこです。大丈夫だって。俺、天職が狩人で野営は百戦錬磨なんだ。キノコの見極めも得意なんだぜ。敵の根城に生えてるキノコが地上と同じはずないだろ。なんだよ、キリトのくせにビビリだな。じゃあ俺が証明する。こら、ローグ、ペッしなさい。また始まりましたか。ローグが来てからというもの、キリトは彼にかかりきりだ。いつの間にか僕たちの中にするりと入り込んできた謎の人物、ログ。戦力としては十分な実力がある分、この編成に強く抗議はできないけれど、他の人だったらよかったのにと思ってしまう僕はダメなやつなのかな。キリト、遊んでないで先に進むよ。もう僕らの行動に人界の命運がかかってるんだからね。悪い、だってログがキノコ食い出すからさ。ほら、ユージョに怒られちゃっただろ。ユージョさん、ユージョさんも食う？これ一番大きいのやるよ。いらないよ、ごめん。そっか、なぜ私には差し出さないのですか。差し出されたら食べるのか。食べませんが、彼がいつも私を無視するのが我慢なりません。何ですか、私の何が悪いのですか。違う、悪いとかじゃなくて、なあ、近寄らないでくれ。胸がどんどんする、どんどんするから。近寄らないでくれ。聞きましたか、ユージを。失礼極まりない今の発言を。もう、みんな行くよ。見て、魔獣があんなに通せんぼしてるみたい。この先の橋の門番ってどこかな。正面突破するか。いや、どう考えても無謀だよな。ええ、
作戦が必要です。何かで注意を引いて。つまりおとりってことか。じゃあ俺がやるよ。一人で十分だ。え、ダメだよログ。いいって。ここは新参者の俺が行かなきゃな。三人はそこで待っててくれ。え、ちょっとログ、ダメだってば。追いかけよう。まったく世話が焼けますね。行きますよ、二人とも。言ってる場合じゃないよ。みんな冷静になるぞ。回復こまめに頼む。こう数が多くては落ち着いて新生術の栄章もできません。くっそー、俺の前を塞ぎやがって。邪魔だ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 。ログ、単体ではそれほど強い敵ではありません。落ち着いて。とにかく突破口を作らなきゃ。キリト、木を見て僕が声をかける。了解。こいつら足止めするには勇者の力が必要だ。俺が格好よくおとりするはずだったのに。噛み尽くしてやる。毛代わりしてやる。このクソ魔獣どもが。血気盛んなのはいいことだけど、体力配分しろよロク。キリがありません。そろそろいいか。勇者、戦略的撤退。うん、行くよ。避け青バラ。ユウヤ、撤退。お疲れ様です。
これはどうやら別の部隊に協力を求める必要があるな。もう修理しても仕方がない。あの転生の日で思い知ったわい。そんなこと言わないでおばあちゃん。私手先は器用なの。壊れたものを見せて。ええ、あの転生の日、他の村では魔獣が襲ってきたそうよ。警戒を怠らない方がいいわ。あの日、ラウンドロビンが大規模人気攻撃を仕掛けた日に、いつの間にか名前がついていた。その名を転生の日。被害状況の確認に来たけれど、被害そのものより人海の人々の気持ちの方が深刻みたい。アスナ、我々も被害状況を確認していこう。はい、少しでも村の人の助けになりましょう。困っていることはありませんか？カセドラルから被害状況を調査しに来ました。転生の火で破壊された山道はいつになれば治りますか？おそらく大きな割れ目があるところなどは簡易的に橋を作ることになるだろう。そうですか。あー困った、食料の貯蔵が足りないよ。食料支援か。わかった、カセドラルに持ち帰り検討しよう。こんにちは。物資で必要なものはありますか？何もかも足りないわ。怪我人の治療に包帯が足りなくて、衣服まで提供したの。包帯、衣服ですね。わかりました。他にも用意できるものは支援物資として届ける予定です。本当？助かるわ。ありがとう。大丈夫ですか？具合が悪そうですが。夫が転生の日から帰ってこなくて、被害があった一帯にちょうど出かけていたんです。カセドラルから捜索隊は出してもらえるんでしょうか？今衛士を集めて別動隊が動いています。被害状況を確認しながら怪我人も助けている最中と聞いています。あの人が帰ってこなかったら私どうしたらいいか。きっと大丈夫です。もしかしたら今まさに帰ろうとしているかもしれない。無事でいてほしいと旦那さんの方が祈っているかもしれない。信じて待っていてあげてください。はい。なんだかやるせないですね。ラウンドロビンの目的は虐殺そのものではないはず。けどこうして人海の人々へ圧力をかけるための破壊や殺人は躊躇しない。100日後の侵攻は絶対に食い止めなきゃ。ああ、本当に我々は傷ついた人々にできることが少なすぎる。アスナ、キリトのことが気になるのなら連絡をしたらどうだ？いきなりどうしたんですか、エルドリアさん。恋仲なのだろう。先ほどはまるでキリトのことを重ねているように聞こえたが。やだ、そう聞こえましたか？そんなつもりはなかったんですけど。戦いの最前線に身を置く我らは
明日の命の保証もない。カーディナル様の采配ということで文句は言えぬが、大切な人と離れて辛くはないか。私なら片時も離れたくはない。他の誰にかっさらわれるとも限らないしな。そういった心配もないのか。エルドリアさん、変なことを言い出したと思うかもしれないけれど、聞いてくれますか。私、キリト君はお星様みたいだなって思うことがあるんです。星？はい、夜空の剣ってキリト君にぴったり。暗闇の中で煌々と光る、そんな人だから。その輝きは本人には見えないんです。でも照らされた方がわかる。その光を自然と追いかけてしまう。お星様に輝くのをやめてって言えないじゃないですか。暗闇の中で輝く明かりを頼りにする人にも言えません。それは私のだよ。明かりを見ないでなんて言えない。この気持ちエルドリアさんなら分かってくれると思って話しました。アスナは詩人だな。なるほど、確かに私も尊敬している方にアリス様に輝かないでほしいとは言えない。似た者同士ですね。これ私たちだけの秘密にしましょうね。アスナ、アスナ、聞こえておるか。カーディナルさん、エルドリアさん、カーディナルさんから通信です。キリトたち第四部隊の方で問題が起きたようじゃ。アスナたちがカセドラルで待っていてくれるはずだ。なるべく早くと言いたいが。よし、各部隊の連携はカーディナルが仕切っているから。それで橋の向こう側に渡るために第二部隊におとりを頼めないかな。兵数を自陣で賄えぬ時は戦術を練り打開するのが隊長の役目だろうに。頼むよ。協力者がいないとあそこは突破が難しいんだ。断る。私だけの問題ではない。仲間を危険な目に遭わせる作戦など願い下げだ。一瞬引きつけてくれるだけでいいんだ。その後は俺たちで何とかするから。ならん。あっちゃ、言い方が悪かったかな。エルドリアさん、仲間思いの人だからちゃんと話せば分かってくれるよ。キリト君、
私説得してくる。キリト君にはああ言ったけど、私一人で説得できるかな。ううん、弱音を吐くのは後でもできる。とにかく今はエルドリアさんを探さなきゃ。エルドリアさん。アスナ、私は分かってます。私たちのことを思って納得がいかなかったんですよね。君たちは強いが、花のような少女でもある。私は騎士としてむやみに君たちを危険にさらしたくない。ありがとうございます。でも私たち守られるだけの女の子じゃありません。他の二人の意見も聞いてみませんか。私たちだけで決めてしまっていいことではない気もします。そうだな、それには同意する。リズベットとシノンを探しに行くか。リズ、ということなんだけど、どう思う？私はいいわよ。引きつけるだけなら一人でもできることだし。エルドリエが嫌なら私だけ協力しに行くわよ。リズベット、君一人でおとりなどさせられるわけがないだろう。危険だ。そうよね、エルドリエは高潔な騎士様だし、私が危なくなったら当然守ってくれるのよね。もちろんだ、我が仁義に誓おう。じゃあ私はやっぱりキリトたちに協力するわ。こんなに強い騎士様がいるなら怖いことなんてないもの。リズ、ありがとう。シノ、ということなんだが、危険性を君なら分かってくれるだろう。そうね、危険な役回りだとは思う。でもそれ以上に分かってることがあるわ。班で分かれていても目的はみんな同じなんだし、人海のために引き受けるべきなんじゃないかしら。シノンは痛いところをつけ、旧兵だもの、狙いは的確に。それ愛しの我が師アリス様にいいところを見せる好機なんじゃない。お、なぜ知っている？多分みんな知っているわよ。というか隠してないでしょ。引き受けましょう。今ならまだ間に合うわ。何がだ？アリスのあなたに対する好感度よ。好感度？恋の好感度よ。上げて下げて上げてで乙女は一気に恋に落ちるものなのよ。実感がこもっているな。だが一考する価値はある。シノナ、ありがとう。エルドリアさん、どうですか？アスナ、今日まで肩を並べてきた妻女たちの助言に首を横に振るほど私も愚かではない。尺ではあるが協力してやろう。作戦会議終わったか？よかろう。人海のためにこの身を捧げると誓った。私も手伝ってやろう。アリス様、見ていてください。最高のおとりになってみせます。任せましたよ、エルドリエ。最高のおとりとは何か分かりませんが。キリト、
こんな偉そうな奴に頼むくらいなら俺が一人で踊りをやるよ。どうして俺じゃダメなんだ。ログが抜けたらこっちの戦力が下がっちゃうだろ。そしたら突破した後が困る。そっか、それは考えてなかった。だと思った。気をつけてくれよ。頼りにしてるんだ。頼り？でもこんな偉そうな前髪のやつにキリトが言われっぱなしなの俺嫌だし。偉そうな前髪とはなんだ小猿。意味不明だが腹が立つ。言ったまんまだよ。あといちいち動作が決まってて完璧。キザは、もしや家で練習してるな。しているわけなかろう。イエーイ、この努力家、偉そうな前髪、完璧やろう。けなしているのか褒めているのかわからない。反応に困るヤユはやめろ。ローグ、もうエルドリエさんすみません。あ、ほらこっち来て。ローグ、ダメじゃないか。せっかくアスナが取りなしてくれたのに。だって俺に任せてもらえれば今度こそ最高の踊りになるのに。前は失敗しちゃったけど次こそ。ログはどうしてそうしたいんだい。分かりやすく役に立つだろ。俺が便利なやつだってもっと分かってほしいんだ。そんな、仲間内で役に立つ立たないなんて言うのはおかしいよ。そういう理由でみんな一緒にいるんじゃないよ。でも俺は仲間には入れてないから。分かってるよ俺。みんな俺のことちょっと疑ってるの。突然現れた変なやつって思ってるの。それはいいんだ。獣もさ、群れに突然一匹狼が入ってきたらみんなそっぽ向くんだ。じゃあどうするかっていうと、そいつは狩りをたくさんして獲物を群れにあげて、使えるって分かってもらえたらみんな俺のことどこかに置いていかないだろ。俺キリトにとってのユージオさんみたいになれると思ってないよ。もちろんユージオさんにとってのキリトにもそれでいい。ただ俺も一緒にそばにいたい。その権利がもらえるなら踊りくらい100回でも200回でもやるよ。僕はその時ようやくログの顔をちゃんと見た気がした。それまではログに対してキリトとアリス、そして僕、3人の大切な時間に割り込まれたような気持ちが正直あった。キリトの一番の話し相手は僕なのに。でも霧が晴れたような視界で見る彼は。なあユージオさん。何？ユージオさんにも認めてほしいから、俺次の戦い頑張る。今度キノコも地上でちゃんと食えるの渡すから。どうしても食べさせたいの？うん、美味しいの知ってるから食べさせてやりたい。視界が開かれた状態で見る彼は、僕よりほんの少し幼いだけのただの少年だった。よし、アスナたちとは現地集合だ。準備が整ったらおとり作戦の開始場所まで行こう。キリト君たちと合流しなきゃ。みんな気を引き締めていこうね。
それじゃ頼んだ。うん、任せて。第二部隊おとり作戦開始します。無事に渡れた。第二部隊のおかげだ。感謝しなくちゃな。キリト君たち渡れたみたい。全員退却でお願いします。逃走経路は頭に入ってるから私についてきてください。最高のおとりだったんじゃないね、エルドリエ。ん、そうか。アリス様は見ていてくださっただろうか。見てたんじゃない。見てたわよ。多分見てました。いえ、きっと見てくれています。見てた見てた、多分ね。みんな返事がおざなりではないか。もう終わったことでしょ。長距離からなら全部狙撃する自信あったのに。ねえ、お腹減らない？この後ご飯にしましょうよ。運動した分いっぱい食べたい。みんなもっと早く走って。リアルワールドの住人というのはまったく頼もしくておかしなものばかりだ。エルドリエ、何か言った？もう悔しい。いや、何でもない。しんがりは私に任せるといい。シノン、討ち取った数は勲章とも言える。数えたくもなるさ。45。
かけられたからもう分からなくなってきた。たくさんでいいでしょ。そんなもんたくさんよ。そんな大雑把な。エルドリエが笑ってる。おかしなことを言うからだ、イズベット。戦闘中に笑わせるな。じゃあご進言通りに、たくさんたくさん。やめて。普段真面目な人がそういうこと言うとなんかツボに入る。だが楽しい逃走劇もそろそろしまいにしなくてはな。アスナ、私が道を作る。はい、エルドリアさん、お願いします。リリース、リコレクション、食らいつくせ。ソーリンデン、セラー。なんとか抜け出せましたね。エルドリアさん、ありがとうございます。いや、礼を言うのはこちらの方だ。確かに君たちは守られるだけの少女ではない。それは前から分かっていたが、いざ君たちを目の前にすると否応なく守護の気持ちが溢れてしまう。騎士の性分だ。過保護になってしまったことを許してくれ。決して君たちの実力を侮っていたわけではない。信頼を損ねる真似をしたと。ほら、私キッス様のエルドリエも好きよ。うん、そういうところも含めてエルドリエのいいところでしょ。変える必要ないわ。守られるのも悪い気しないし。そうですよ、エルドリエさん。一緒にいたらぶつかることだってあります。仲間だから信頼は変わりません。守ってくれるって信じてます。地上までしんがりお願いしますね。リズ、このエルドリエ神聖室31が君たちを必ず無事に地上に送り届けよう。我が水の槍を受けてみろ。待ちかねていたぞ、人海の民よ。我が名は受容教ファザード。この世の覇者となる選択肢、ラウンドロビン様の第一の配下、そしてお前たちに恐怖を刻む者だ。立ち向かう覚悟がなき者は今立ち去れ。ここでアリスの雛鳥を見つけることが私に課せられた使命なのだ。俺たちの読みは当たっていたってことか。やはりラウンドロビンたちの目的はアリスの雛鳥。それがお前たちが求めるものの名ですか。何、お前たちが意味を考える必要はない。そしてあちらはまだアリスの存在には気づいていないと。好都合だ。このまま気づかないでくれよ。しかし参ったな。四強が全員揃っている。安心しろ、僕たちは手を出さない。お手並み拝見というわけだ。見せてちょうだい。
あなたたちの戦いを。残酷な趣味の持ち主どもだ。そう思わないか、人界の民。ガイアが何を言おうと、私のやることに変わりはない。私の望みは、陛下から今以上に目をかけていただくこと。さあ来い。少々苦戦しているようだが、手助けしてやろうか、ファザード。ふざけるな。悪いが、お前たちのところまで人界の民がたどり着くことはない。全員早々に持ち場に戻るがよい。加勢は無用だ。ちっ、愚かな奴め。ではお望み通り去ってやろう。こんなのが地下迷宮の挑戦者として選ばれた者たちだと落胆したよ。確かにこれは僕のところまで来ないかもな。ファザード、せいぜい害虫駆除に励め。いけすかないやつめ。おごりは敗北につながる。メディエータは忠告した。この私におごりなどないぞ。困ったわ、困ったわ。ファザードを応援するべきだけれど、アリスの雛鳥を献上できれば、陛下は私のことをもっと見てくださるはず。もし、もし私のところまで来るような戦士がこの中にいたら、この体で可愛がってあげる。それじゃあファザード、もし負けても陛下のことは私に任せて。忌まわしい奴らめ。四教といえど仲間ってわけじゃないんだな。協調性もないし、それぞれの性格も違う。けれどラウンドロビンはそれを束ねる強さと統率力があるというわけか。おしゃべりは終わったか。こっちも人界を救わなくちゃいけないんだ。行くぞ、受容鏡ファザード。来い、我が水の刃の露となれ、愚かな挑戦者よ。決め手の一撃がどうしても届かない。ことごとくかわされる。私とユージオで攻撃を阻み、
動きを固定させます。キリト、それから瞬時に。俺が行く。今なら最高のおとりになれる。ローグ、危ないよ。ダメだ。ほら来いよ。俺のとこに来い。でかい口叩いて無能なんじゃないのか。未だに俺は生きてるぜ。仲間にいてもらった方が良かったんじゃないのか。お前大したことないもんな。貴様。そうだ来い。悔しかったら俺を殺してみせろ。私が負けるなどありえない。今日は日が悪かっただけだ。そうだ、そうに違いない。メメント、メディエタ、聞こえているだろう。助けてくれプロキシー。お前なら私をここから助け出すくらい簡単。なぜ誰も。お前一人ぼっちなんだな。あのさ、俺カリウドだから。戦って怪我を負わせてもう俺の獲物になるしかない奴には命に礼儀を払ってこうするんだ。大丈夫、俺うまいよ。痛みはすぐ終わる。ごめん。ログ、無事か。上手におとりができただろ。愚かなことを。うまくいったから良いものを。こちらに来なさい、治療します。わあ、アリス大丈夫だよ。服をめくろうとしないでくれ。ギャー、こんなの激目録やんだ。おとなしくしなさい。もっとあられもない姿にしますよ。アリス、聖号騎士が言うセリフじゃないぞ。ユージオさん、もしかして怒ってる？怒ってるよ。でも結果は大勝利だっただろ。俺役に立ったよな。なあ、そうだって言ってくれよ。ログ、自分が何をしたのか。一歩間違えればどうなっていたかわからない。そんなことを君はしたんだよ。でもほら、俺が引きつけたおかげでみんなに攻撃の機会が。だからそれで君が大怪我したらどうするんだい。怪我くらい平気だよ。俺昔からそうなんだ。小さい頃から狩人してて、天職の務めを果たすために死にかけたことなんて数回じゃない。だから平気なんだ。なあ、これでちょっとは
信用してくれたか。ユージオさん、俺さ、いざとなったらいくらでも盾になるからさ。だからじゃない。ユージオさん、君が平気でも僕は平気じゃない。たとえ君が平気でも、それを見せられた僕は平気じゃない。ユージオさん、ごめん、あの、俺が言うこと聞かなかったからだよな。ごめん、俺。違う、君が自分を大切にしないから。俺が自分を大切？なんで？なんでって。ああ、もう、そこからなんだね。ログ、君が苦しむ姿を見たくないんだよ。そんな姿、誰のものでも見たくはないけれど。僕らの仲間にって、思ってくれているこの、一緒にって思ってくれているこの姿はもっと見たくないよ。だから自分を大切にしてほしい。もう絶対あんなことしちゃダメだ。でも別に俺は自分のことなんてどうでも。なんてじゃない。もうこんなに無鉄砲なのキリト以来だよ。毒かもわからないのにキノコ食べちゃうし、ダメって言ってるのに自分から怪我しに行くし、手がかかる弟みたい。いいかいログ、自分を大切にしてもらうためにも、これからはダメなことはダメって叱るよ。わかるまで言う。ユージオさん、聞いてた？わかったらわかったって言って。聞いて、はい、ユージオ、ユージオ兄ちゃん。違うでしょ、わかった？わかった。アリスもさ、そのうちわかるよ。何がですか？あいつ、なんか手のかかる弟みたいなんだよな。私は賢い妹の方がいいです。終わりましたね。よし、先はまだまだ長い。この奥の探索も頑張ろう。そうだね。ファザードを倒したといっても四強の一人でしかないし。ログ、どうかしたか？いや、俺、何かなって。これはファザードの武器のかけらでしょうか？この展開、今までも何度かあったよね。そうなのか？ああ、ログに会う前、こういうものを探してはカーディナルに渡していたんだよ。俺たちはリソースって呼んでる。膨大な神聖力が込められているかもしれないもののことだ。リソース？そのリソースをかき集めて生まれたのがこの忘れ名草の剣だ。物になるかはわからないが、一応回収しておこう。ああ、役に立つやつなのか。じゃあまた見つけたらキリト。ああ、俺のじゃなくても誰かのためになるものが生まれるかもしれないさ。